どうもです、今回はランドクルーザー70のお話です。70を調べている方ならご存知だと思いますが、日本仕様のランクル70がもう間もなく正式発表される予定になってるんですね。私としても非常に気になっている車種の一つなので、お世話になっている販売店に情報が入ったら教えてほしいというふうに伝えていました。で、先日ランクル70の販売方法についての連絡があったのですが、その内容を聞いて驚いたっていうお話をします。まず販売方法なんですけれども、販売方法は抽選っていう形になるそうです。複数の販売店でも話を聞いたんですけれども、基本的には抽選を予定しているっていう店舗がほとんどでしたね。お世話になっている販売店では抽選といっても普通にエントリーするだけではなくて、事前にアンケートに答える必要があるとのことです。アンケートの内容なんですけれども、例えば転売はしませんだったり、所有権は1年間販売店が持つことを了承しますだったり、残価ローンで購入しますといったチェック項目があるのではということでした。なので抽選ではなくて、正しくは選択といった表現の方が正しいのかなと思います。販売店側との今までの付き合いとアンケートの内容を踏まえて、販売店側が選ぶといった感じですね。チェック項目にはおそらくコーティングの有無であったり、メンテナンスパックの有無なども含まれそうな気がしています。すでに購入希望者がかなりの数いるみたいなので、こちらのアンケートのチェック項目すべてにチェックを入れないと弾かれる可能性っていうのもかなり高いのかなっていうふうに思ってます。続いて気になる台数なんですけれども、こちらも絶望的な台数でしたね。話を聞いた店舗ではなんと2026年3月までに2台しか廃車されないそうです。2026年までに2台ってさすがに少なすぎでしょうって思ったんですけれども、その反社に下ろされる台数から逆算すると店舗あたりの台数がそのくらいになってしまうみたいですね。まあ、もともとランクル系を扱っていた反社ではないので枠自体は少ない方だとは思いますけど、それにしても2台は少なすぎますよね。しかも2026年までに2台ですよ。なので先ほどお話しした抽選に当たったとしても、反社内での順番が遅ければ納車が2026年になる可能性も十分あるっていうことですね。正式発表前なんですけれども、これはもう正直ちょっと諦めムードが出てますね、自分の中で。もちろん販売店によって対応は異なると思うので、普通に先着でオーダーを受け付ける店舗とかもあるのではと思います。あくまで私がお世話になっている店舗で聞いた話なので参考程度にお願いします。これはアルファードやベルファイアとは比にならないくらい激戦になりそうな予感がしてますね。購入できる方は本当にラッキーだと思います。ということで、今回はランクル70の販売方法についての動画でした。他にも販売方法についてこんな条件があったよとかあったら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは車に関する様々な情報を発信しております。チャンネル登録やいいねよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。